皆さんこんにちは、鉄道ゼミの西尾一樹です。今日もですね、一本動画を撮っていくんですけれども、はい、今日はですね、スタッフ見てもらったら分かるように愛知県名古屋市、名古屋鉄道株式会社さんやってまいりました。再びお呼び出し、お呼び出しはいです。いやいやいや、お呼び出しですよ西尾さん。もういいです、もうお腹いっぱいなんで、はい、はい、先進めましょう、はい、もういいかな、はい、もう十分です。もう誰もビビらんかな、はいということで、いやいや、またね、ちょっとあの嬉しいことに、はい、お呼びいただいて、はい、でまた何かしらこのコラボレーションというか、はい、ご一緒させていただけるんでしょうということなんですけども、はい、また今日もね、特に何をするとかは聞いてないんですよね。とりあえずこの名鉄本社さん来てください、はい、ということまで聞いてるんですけど、はい、いや果たして本当ここで何をするのかってことですよね。いや本当気になるところですけど、こんにちは。お世話になります。あのズームとかではね、あのお会いしました堀田さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。いやいやいや、ちょっとまた今日お呼び出しされたということなんですけれども、私今日は何が待ってるんでしょうか。はい、じゃあとりあえず来ていただければと思いますので。とりあえず、はい、ついていけばいいですか。はい、ついてきてください。怖い相変わらず怖いよこれ、ね、とりあえず行くか、はい、行きましょう。じゃあお願いします。行きましょう、はい。というわけで、堀山さん、とある場所まで来たんですけれども、はい、いや、果たして何が起きるんですかね、今から。はい、ではまず、こちらに。おお、えこれは名古屋鉄道の制服です。そうですよね、はい、オフィシャルの制服、はい、着るってことですか。はい、で今から着替えていただいて着替えて、はい、ありました。じゃあちょっと着替えてきます。はい、お願いします。はい、ちょっと行きます。行きましょう。着替えてきました。おお、どうですか。似合ってますね。あ、よかったです。似合ってます。ありがとうございますいや、めちゃくちゃ久しぶりに来ましたね、この制服。指令所に行った時にこの新制服に切り替わって、はい、でその時以来ですね。着てみるとやっぱりあの頃をこう思い出すような感覚にちょっと戻りますね。ちょっとなんかピリッとしたような感覚。そうピリッと、なんかやっぱりグッと引き締まるような感じがありますね。じゃあ見てください、このほらロゴも入ってるでしょ、ほら。おお、やっぱりね、雰囲気というか出ますよね。でそしてこれほらエンブレム。おお、かっこいいですね。かっこよくないですか。いいですよね。そう、こうやってストライプもさ、ちゃんと入ってるの、こうやってほら縦線が。これまた着る日が来るとはね、私も。いやちょっと、で今日はこの制服を着て一体何をするんだということなんですけども、はい、はい、何なんでしょうか。では、はい、早速こちらに。え、こっちですか。はい、お願いします。ちょっとまた行ってみます。おほー、これはなんか画面で、これはパノラマスーパーが出てますけども、名鉄名古屋駅ですね。そうですね、見た感じ。これ堀田さん、これは一体何なんでしょうか。はい、こちらはですね、はい、バーチャル名鉄名古屋ステーションでございます。バーチャル名鉄名古屋ステーション。はい、メタバース空間上に名鉄名古屋駅をリアルに再現したというのがこちらになってます、うん、それで私はそれを体感できる。はい、この中に入って体感いただくと。そうなんですね、はい、早速私なんかやってもいいんでしょうか。はい、ぜひお願いします。あ、じゃあ、ちょっと楽しみですね。バーチャル名鉄名古屋ステーションに出発進行。バーチャル名鉄名古屋ステーションということで、この中にその空間が広がっているというわけですね。はい、こちらまず頭につけていただいて。はい、いいですか。はい、あ、なんかすごい、おお、なんか出てきましたが。おー、すごい、目の前に今パノラマスーパーおります。これはあれですかね、名鉄名古屋駅の今4番線の豊橋方のあたりにいるような気がします。あ、なんか手が出てきた何これ、何これ下見ていただくと足とかも、あ、もう足がおい、そう、上も、あ、後ろとかも見ていただくと、すごい、これ360度見えるようになってるんですね、はい、おお、
まずは空間を歩いていただいて。空間を歩くということですね。空間を歩くのはこのコントローラーを使って、はい、コントローラーを使いますね、はい、ピッ、おー、すごい、あ、こんな感じで動けるんだ、はい、あー、近づいてる近づいてる、あ、すごいすごいすごい、おー、誰もいないお客さんがバーチャルなんでってことですね。近くに行くとこれが見えるわけですね。あ、はいはい、本当や、あー、すごい、本当に細かくまで見えますね。新米湖、大野町、常滑リンク、常滑まで、おー、これは面白い、気になるとこ行ってますね。あ、ベンチほらこれ見て、ベンチ見てください、ベンチ、これ何とか質感、わあ、これ、めちゃくちゃすごい質感これどういう状況になってるか、これおー、あれ、パンタグラフ、ものすごいリアルなわけ、なんかすごい、私なんか制服かわいい感じの、このちょっと長袖で着てる感じになってるんですけど、結構没入感ありますね、これ。もう本当になんか今外の世界のこと忘れてて、もう本当にいるみたいです。堀場さん、これはあの車両の中も入れるんですか？入れます。あ、ちょっと入ってみます。行きますねこのままピッと入ります。おお、あ、すごい、あ、これ特別車の、ほら、これ仕切りのドアだ。うわ、あ、すごい、あ、おお、これはすごい、おお、なんか、うわ、これほら特別車のシートの後ろの、ほら、うわー、すごいすごいすごい、見てこのシートの感じ。で、私これ堀場さんに向いてるようで向いてないで、どこを向いてるかわからないですけど、今どこ、まあ西上さんが堀場さんに触れそうになって、本当に、あ、ちゃう、本当に、あ、ちゃう、全然見えてないです。レーザーで本物の車両や駅をスキャンして、そのデータをもとに 3D モデル起こしていると。起こしてるんですね。はい、ものになってます。なのでかなり細かい部分まで正確に再現できていると思います。本物と同じ寸法で作ってる、はい、ということですね。はい、ちょっとすみません、私このちょっとやりたいことがあって、ここからご乗車ありがとうございます、ただいまから特別車両券ニューチケットを拝見させていただきますはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、トラッシュまで、ありがとうございます。360円です。こんな遊びもできる遊び方は本当に無限ですね。もう自分で好きなように遊びますね、本当に。あー、これ駅名、ほら駅名もさ、ほら、あ、ものすごい綺麗に見えますね。おー、細かい。あ、こことかめちゃくちゃ細かくない？ほら、見て、ちょっと汚れてる感じとか、ね、リアリティ増しますよね、こことか。行ってみましょう。あ、ここから行ってますね。おー、すごい。あ、この感じ、これ一般車入りましたけど、このシートの柄とかね、うわー、リアルリアル。あ、釣り革もありますよ、ほら。これは面白いな。これこれちょっと車掌さんの目線に近いですよね、これね。やっぱりこうほらなんかちょっとホーム監視してるような感じないですか、これ。え？私だけ？このメタバースの世界に一人ぼっちはちょっと寂しいですよ。ちょっと豊橋方に歩くと運転室があると、DJ ブースがあるということですかね。見てください。あ、ありましたね、見えました見えました。ここに運転室があるということですね。はい、壁の横に扉があるので、実際と同じようにこういう感じで、はい、これでまっすぐ行きます。よしよしよし、行きます。あ、本当だ。あ、すごい、階段っぽいところに入りました今。おお、うわー、これは面白い。今のホームまでは普通のお客さんも入れるんですけど、これは普段誰も入れないですから。見てくださいよ、これほら、このボタン、これを実際触れるってことですかね。はい、触れます。すごい、ほんまに押してるぐらいの、ほら、豊橋方面のホームはプルルルプップなわけですよ、はい、で岐阜方面はプルルルルプなんですよ。あ、それでやっぱ聞き分けてるんですよね。お、今決まったじゃないですか、ね。なるほど、ちょっと分かってきました。これ結構だから画面だけじゃなくて音でも結構リアリティを持って楽しめるというわけですね。いやいや、これ素晴らしい。あと、そしてこの眺めですね、このこれ見てください、このこっからほら、この景色なかなか普段見れないですよ、この。おお、これ DJ ブース案内体験というゲームになってまして、はいはいはい、発車の時刻ですと
か種別、行き先等をですね、実際に声で発して案内をしてもらうと、音声認識機能で丸か×か出て、最終的にスコアが出てくる。あ、その点数を競う。なるほど、じゃあ私のこの声も認識してくれるってことですね。はい、そうです。うおー、面白いな。普通、準級、急行、特急とレベルごとになってるってことですが、はい、まずじゃあ普通でね、チャレンジしてみましょう。12時1分。普通。お、丸出た。一宮駅です。電車は6両で、ま、到着します。こうやって声が反応してくれるということですね。おー、なんとこれは3500系。いやいや、来ましたよ。正面から見ちゃいましょうか。あ、いいですね、これ ECB のほらさ、ちゃんとこれ見て、ロゴあるじゃないですか、 ECB。 いやー、これも細かいですね。私やっぱりこのホームのね、この名古屋駅の特有のこの曲線、ここが非常にこの 3D ならではのリアリティだと思うんですよね。いやー、この名古屋駅の空間、ちょっと反対、あ、運転席も入れるの？すごい、あ、これはすごい、お、これこそ本当に座らないからいや、でもほんまにこれ、あ、これはその本当の運転席や。見て、ほら、レバーの前身までほらあって、スイッチ類もある。うわー、これ面白いな。さっきの1200とは違って、これは3500の車内ですよ。うわ、シートの質感とかも結構ほら、なんかシワシワな感じがリアルですね。うわー、このなんちゅうの、この光加減というかさ、はいはい、うわー、細かー。これこれもう回送電車のような思い出しますよね堀場さんは車掌さんやられたことあるんですか？はい、私もやってたんですか。ちょっと思い出すんじゃないですかね、こんなね。懐かしい、懐かしい、この回送のね、誰もいない時こんな感じですよね、はいちなみにこれは今私一人なんですけど、はい、実際このサービスがオープンした時には他の方がいる可能性もあるってことですよね。はい、同時に接続されている方たちとはこのメタバース空間の中で、あー、バーチャルメテツ名古屋ステーションの中で交流をすることもできますので、バーチャルメテツ名古屋ステーションにみんな集えるということもあるってことですね。はい、はい、そうです。これは楽しいんじゃないですか。入ってみていいですか。いや、懐かしの、ちょっと失礼します。よし、ガチャッとこうやって、よし、ガチャッと切ってさよし、おー、すごい、うわー、これはいいな。いや、これ特にこのパノラマスーパーの下の運転席ってなかなか入れないですよ。いや、懐かしい。いや、これちょっと私感慨深いな。なんか、うわ、なんかバーチャルの中で今なんかすごい、ちょっと今ふっとこの昔のこと思い出す感じ。皆さん今多分ゴーグルの中なんであれですけど、私も涙が今溢れてますから分かりにくいですけどねゴーグルで。ミュージコーンのペダルしっかりありますよ。うわー、これ本当にこうやって、うわー、ちょっとこれあ、ちょっとこれ感動します。これ、え、こうやってしゃがんだらしゃがめますか？あ、あ、すごい、この目線がすごい、この、うん、いや、なんかね、スイカ割りみたいな状態で今私どこが前か分かってないけど横向いてましたっけ。いや、これね、本当に運転席の寸法とか雰囲気ものすごいリアリティあるので、ぜひファンの方が嬉しいかもしれないですね。これ普段入れないじゃないですか。これだけでも価値あると思います。どう、スタッフ。おー、こうやって VR で見ると全然迫力っていうか質感というか、そう、違いますよね。画面よりも中入るとまた実際体違うでしょ。そうですね。いやー、これ堀場さんすごい、もう今想像以上のリアリティと、ね、没入感で、いや、非常に楽しかったんですけど。ありがとうございます。素晴らしい。いや、他にも何かコンテンツあったりするんですか？はい、ございます。これだけリアルに再現をした名鉄名古屋駅ですので、かなりの広さがあります、はい、こちらをくまなく歩いていただきたいという思いから、うん、いわゆる宝探しのようなですね、名駅ストーリーコレクトというものもご用意しております。この空間内を歩き回っていただくと、光る宝が隠
隠してあります。おそこそれを見つけると名鉄にまつわる小話が読めるというものをご用意しております。全て集めていただくと何かいいことがあるかもしれません。おなるほど、そういったゲーム性もある。名鉄ライブラリーというものもご用意しております。はい、名鉄名古屋駅の一部をですねライブラリーに変身させてまして、その中に名鉄秘蔵の写真等々もですね掲載しておりますので、はい、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。この名鉄名古屋ステーションの方はどういった展開になっていくんでしょうか。はい、こちらなんですけれども、はい、皆さんのにご体感をいただいてその声を集めることによって、今後の展開をどうしていくかっていうのを我々の方でも検討していきたいというふうに考えています。なるほど。ということはじゃあ、今はご覧の皆様のご意見がここに反映されるかもしれない。かもしれない。いやーこれ面白いですね。スタッフも何か言っといたら今のうち。私としてはですねやっぱりあのニュース会とかはぜひ再現してもらいたいなって思います、ね。なるほどね。過去の名所とかも登場することができたりとかあるかもしれない。可能性としては大いにあります。おーこれはワクワクしますね、はい、ご意見ありましたらぜひコメント欄で、ね、コメントのほどよろしくお願いします。はい、お願いします。こちら2023年8月25日金曜日から9月3日日曜日までの10日間の期間限定の開催となります。なるほど。じゃあその間の期間にぜひ皆さん、はい、ご覧の皆さんを楽しんでいただいて名鉄名古屋ステーションの方をですねどうなっていくかっていうのをご意見たくさんいただければと思いますのでどうしどしお待ちしております。ここで今回のアンケートの企画に関するお知らせです。回答者の中から抽選でプレゼントをご用意しております。プレゼントの内容はこちら。どれも欲しいものばかり。皆様どしどし振るってご応募の方お願いいたします。というわけでじゃあその他詳細の方は、はい、概要欄の方に、リンクの方貼っておきますのでそちらの方にアクセスいただいてですね、はい、ぜひぜひ皆さんご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで今回はですね、名古屋鉄道さんに、お呼びいただきましてこのバーチャル名鉄名古屋ステーションの方を体感してまいりました。いやスタッフなかなかこれは楽しかったですね。楽しかったですね。いやしかも制服着てやるというねさっきも体験させていただきましたけど、すっごい面白かったです。いや私何が良かったってこの遊び方は自由ですよね。疑似体験ができる。そう普段やっぱり駅でできないことをここなら許されるということがあるからいろんな家具とか電車見てみたりとかね。バーチャルなんですけど、もう着てる制服はリアルの制服ということで、いやいや、まあそういったバーチャル駅員体験ができたかなということで、ボタンもね、ピピッと押せましたし、いやいや、ワクワク、楽しかった、本当に昔に帰ったような感じありました。いや、本当にありがとうございました。というわけで、本日の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。そして、もちろん、こちら、バーチャル名鉄名古屋ステーションの方も、どしどしお越しくださいますよう、よろしくお願いいたします。出発進行。どうですか、久しぶりに制服でここに来るのって、ま、紛らわしいですけどでも今日は公式のちゃんとお墨付きもらってね1000人来たんでパノラマか、パノラマスーパー来たんで行ってみましょうか。はい、行きましょう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。